歴史大好きおじとー、今回はドローンの歴史というちょっと軽いテーマでお送りしたいと思います。それこそね、ウクライナの戦いでも非常に広範囲に使われてて、それこそ偵察から、直接的な攻撃から、もうドローンなしにはおそらくね、一日も成り立たないような、そうですよね、戦場になってますよね。それこそ我々が買えるような、ね、小型のドローンとかに手榴弾つけて、投下するようにしたりとか、もうすごいことですよね。もちろん大型のドローンとかもね、あるんですけども、主にこう皆さんが想像するのは、プロペラがね、4つ以上ついた、マルチコプターになってますけど、ああいうのを想像すると思うんですが、そもそもじゃあこのドローンって何ぞやって話なんですけど、軍事的に言いますと、ドローンってもともと無人航空機全般を指していたんですけど、今はですね、地上で走るものとか、海の上を走るボートみたいなやつとか、あとは海の中、潜水艇みたいなのとか、さらにはですね、宇宙で活動するものとかも、要は無人のもの自体、無人機自体を全部ドローンと呼び鳴らしているような言い方もあります。なので、広義の意味で、広い意味では、無人で動くものが大体全部ドローン。はい、狭い意味で言うと、無人の航空機、飛行機のことを指します。で、ドローンって呼ぶようになったきっかけっていうのが前世紀ですね、20世紀の二次大戦ぐらいの話らしくて、蜂の飛ぶ音をそもそもドローンと呼んでたんだそうです。で、ここのドローンっていうところから、意味がついたっていう説 と、イギリス軍の軍用機、訓練機の名前で、ハニービーツだかな、クイーンビーカっていう、その蜂っていう意味のから、オバチっていう意味のドローンっていう言葉が付けられてあだ名になったっていう説と、大きく2つあるんですが、最近この流行っているいわゆるドローンですね、カメラで撮ったりとかできる、あれが、ドローンと呼ばれるようになったのは2010年にフランスのパロット社製の、パロット AR ドローンっていうものができまして、これがですね、いわゆるドローンブームの先駆けに決定的に、はい、なったということです。で、なので、ちょっと繰り返しになりますけど、電動でプロペラがいっぱい ついてるヘリコプターがドローンではない、いろんな形があるということですね。で、ちなみに日本でもですね、もともと田んぼの農薬散布とかをする、昔は有人のヘリでやってたんですよ。うちの地元の方でもヘリが来てね、1年に1回ヘリが来て農薬散布すると、で、そうするとね、しばらく蚊とかハエがマジでいなくなるんですけど、そういうのをやってましたが、今でもその産業用の無人のヘリコプターで農薬撒いたりするらしいんですが、こういうのもドローンと呼んでいるそうで、こういうのはね、日本がリードしてる、ヤマハだったかな、なんかどっかのメーカーが強いとかっていうのは、でっかいラジコンですよね。はい、そうですそうです。で、今そのドローンって2つあって、自立飛行ができるもの、要するに自分で勝手にプログラミングされたりとか、障害物があるなしとかを判断して自律的に飛ぶっていうものもドローンだし、無線操縦するいわゆるラジコンもドローンというふうに両方言われています。で、軍事用語的には、冷戦期ぐらいからずっと、冷戦期というか二次大戦ぐらいからずっとドローンっていうとイコール標的機、やっぱこれも無人で、無線操縦されるということから、ドローンイコール無人標的機、日本だとオレンジ塗ったやつですね、あれのことをドローンと呼んでいたそうなので、なので一口にドローンといっても結構そのいろんな局面によって指すものが変わるというところをちょっと押さえておいていただきたいなと思います。はい、はい、で、ここからはですね、ちょっとドローンの歴史についていきたいと思うんですけども、その前に軍事目的におけるこのラジコンの歴史をちょっと押さえておきます。で、ちなみにが多くてごめんなさいって感じなんですけどラジコンっていう言葉、はい、おもちゃに使う場合には、これ増田屋コーポレーションっていう会社の登録商標なので、あ、そうなんですか、はい、なのでタミヤとか京商とかあるじゃないですか、はい、RC っていうんですよ、RC カーだからタミヤ RC カーグランプリって番組やったじゃないですか。確かに確かに、ラジコンカーグランプリじゃないんですよ。ラジコンっていう言葉はもう登録商標なんです。そうなったんですか。はい、さて、このラジコン、無線操縦の歴史なんですけど、もう最初から軍事目的だったんですって。で、これがですね、もう一番最初1898年、なんと19世紀ですね、はい、19世紀終わりに無人の小型船を無線操縦で動かしたって記録があるんですって。これが実用ラジコンのスタートだと言われています。
でその後1917年になりますとイギリスの陸軍航空隊が航空機を無線操縦で飛ばすことに成功、うん、で1920年代に入ると無線操縦ラジコンの標的船が実用化されるようになって、22年にはアメリカの戦艦アイオワが無線操縦の標的艦になります。これあの日大戦のアイオワの前のアイオワですね、はい、で1930年代に入るとソ連でテレタンクと呼ばれる無線操縦の無人戦車、これあの BT 快速戦車とかを改造したものが多かったらしいんですが、が、ありまして、なんとフィンランドとの冬戦争に投入してます。へえ、はい、そうなんですよ。私もこれで実は初めて知ったんですけど、二次大戦の開始時には少なくとも2個大隊が編成してるぐらい。結構な数ですね、はい、余った BT とかを全部これにしたのかな。そうだったみたいです。で同じ1930年代にはイギリスで、すでにまあ実用化の試験を成功していた無線操縦式の、クイーン B という、はい、飛行機をやっぱ射撃訓練のためのドローンとして、使っていますと。まあまあ標的機がやっぱ多かったんですね、うん、でさらにはこのまあテレタンク無人戦車なんかもそうなんですけど、この後もですね、使われるようになったのはドイツ、日本、アメリカ、イギリス、どこでもやってるんですが、要は無人だから敵にそのまま突っ込ませられるという、うん、はい、人が死にませんのでね、利点があるということで、そういうものがどんどん作られるようになります、この後ちょっと詳しく紹介しますけども、ドイツ軍は二次大戦中にあのフリッツ X ですね、無線誘導弾とか、で無線有線じゃなかったっけ、だったような気もしますよね。なんかこれ あれ見てると無線って書いてあったんですけど、はい、無線だったか。あとヘンシェルの HS293、はい、まあ、これは後でご紹介いただきますが、あとは、無線誘導戦車フンクレンクパンサ ー、はい、などを実戦投入して、フリッツ X はイタリアの戦艦ローマを、はい、まあ、降伏した後ですよね、ローマを撃沈しますと。で日本でも無線操縦式の魚雷、なんとあだ名は無敵魚雷と言いますがの実験とか、で、あとは、無線誘導弾うん、イゴー1型オツ、イゴー1型コ無線誘導弾などが開発されていましたということですが、軍用ドローンの歴史の中でちょっといくつか特徴的なものを挙げてみたいと思います。これがですね、やっぱねドイツがすごくて、やっぱナチスドイツのこう開発力すごいんですけど、まず最初にちょっとご紹介しておきたいのがミステルっていう機体ですね、はい、これちょっと鈴木さんに一言お願いしたいんですけど、これなんか飛行機が2個くっついたみたいなやつですね、こいつ。これを最初見た時に何これって思いましたね。これ親子戦攻撃機というか親子戦闘機なんて言われますけど、はい、どういうものなんですか。まあね、有名なところで JU-88 中型の爆撃機の上に、はい、メサシミットとか、フォケブルフとかの FW-190 とかを、物理的にこれはくっつけてるんですね。はいはいはい、合体させるんですね、はい、うんうん、そんでもってこれ燃料とかを共有してるんですわ。あははは、確か、はいはいはい、同じ燃料を使う機種じゃないと、合体できないんです。ダメなんですね、なるほどなるほど。だから FW190 自体はそんなに航続力ないじゃないですか、うんうんうん、なのでこの、どっちが親機なんだか分かんない、忘れちゃったけど、はいはいはい、そっちの、まあ、要するに容量の多い、爆撃機の方にいっぱい燃料を作って、で両方で共有して、最終的には爆撃機の方は無人でありまして、戦闘機の方に乗ってる、操縦者が爆撃機のプロペラも、まあ、動力として、ま、使いながら、だから3機のプロペラを回して、はいはいはい、それだけ航続力が長い、先の、目標に向かって飛んでいって、最後のところ、旬のところでは戦闘機のパイロットが下の爆撃機との接続を、切り離すんです。それと爆撃機だけがひんやりと落ちていって、はい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 、丸ごと体当たりしてくれると。で当然爆撃機の機種には爆弾がたくさん積み込まれていると、はいはいはい、で戦闘機のパイロットはそのまま自分はヒルと帰ってくると、友達で帰れると。で戦闘機だから、まあ、速度も速いし、うんうんうん、そこそこ、生存性も高いですからね。それ考えるとあれですね、人間乗せて桜花を投下した日本軍とはえらいちょっとレベルが違いますね。うん、だから発想としてはね、ちょっと、ね、似てるようでだいぶ違いますよね。はい、これじゃあ要するに組み合わせとしてはいろんな機体の組み合わせがあったわけですね。うん、だけどまあ有名なのはこの辺ですね。はいはいはい、ユンカースのね、うん、JU-88 とか。ドイツ人は凝り性なんで、はい、この
捨てる方の、まあ、特攻させる方の爆撃機もなんかやたらいじくりまして、はい、最終的にはなんか機種の方が、セメントの航空剤を注入するこういう航空ガンみたいなね、こんな細長いやつ、細長い機種が円錐形に出っ張ってるよう なんかそういうものまで成形しちゃって、まあ、その方が多分爆弾 の、ね、効果とかが高いですよね。そういったところまで作ったんだけど、確か実戦では使わなかったんでしたっけ。なんかろくに使われてなかったんですけど、うん、なんかその一応実戦投入で、駆逐艦を大破させたみたいな記録はあるらしいですね。じゃあ1回は成功したっていうことですかね。まあ、あとは1945年にベルリンに迫ったソ連軍部隊を阻止するため機構部隊の進路となる鉄橋の破壊などに成功したという記録もあるそうですが、うん、あ戦術的な部分ではまあちょっと成功があったと、うんうん、まあでも要するにいわゆる戦局を変えるような兵器にはならなかったってやつですねまあこれね、いっぱい余ってた GU88 の、まあ、使い道として考えられたらしいですね。はいはいはい、ちょっとやっぱドイツっぽいですよね、こう謎の工夫がね、うん。あとこれは純粋にドローン の先祖かって言われると微妙なんですけど、どちらかというと巡航ミサイルの先祖とも言われている V1 飛行爆弾ですね、報復兵器ですね、はい、V1 の V でこの V2 って方がいわゆる弾道ミサイル、元祖な弾道ロケットなんですけど、この V1 ってどういうやつなんですか。これはパルスジェットっていうなんか非常に原始的なジェットエンジンで、空気、まあ自動車のチェンバーみたいな、それが開いたり閉じたりして、その度に空気を吸い込んで、その時に燃料を噴射して爆発させて、その排気でもって水力を得ると、そういう構造のエンジンを積んだ、飛行爆弾なんですけど、まあ速度は遅いんですよね。そうですね、まあ、400キロくらいってことらしいですね。でもカタパルトみたいな、600キロですか、巡航速、ごめんなさい、作って、はい、火薬かなんかで、火薬かあるいはブースターでボーンと飛ばして、一旦こう、速力が出ると、そこから先はそのパルスジェットエンジンが、はいはい、起動すると。そんでもって仏海峡とかの対岸から、イギリスの、まあ、都市を攻撃したりとかですね、うん、そういうもので結構な被害が出たんだけど、何しろそんなに早くないので、まあ、だんだん時間が経つと、イギリスの、迎え撃つパイロットたちも対処法が分かってきて、機銃で撃つんじゃなくて、なんか接近して翼をヒュッとかって、はいはい、なんかね、ボンボンと、ボンとやっちゃうと急に気流が乱れてブーンと墜落しちゃうんで、そういう風に、迎撃してたらしいとかね、うん、言われてますね。たかだか600キロしか出ないってやつですね、うんうん、これあれなんですね、そう無線操縦ではなくて、いわゆるそのジャイロスコープを使った管制誘導で、うんうんうん、まあ、だから大まかなところまで自律飛行するってやつですね。だから精密な、目標にはもちろん、うんうん、命中できないんで、ざっくりとロンドンとか、はい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 、そういった、目標を攻撃するためのもの、まあ、戦略兵器ですね、うん、要はどっちの方向に何キロ飛んだらもう、うん、滑空して落ちるっていう、はい、要はそういう仕組みだったってことですよね、うん、でまたこれの他に、もうなんかいろいろあるんですけど、今度は誘導する無線、なんか誘導する方式の、うん、世界初の空対艦ミサイルとも言われているヘンシェル293ですね、はい、うん、これもまあ、今でいう攻撃ドローンの一種であるかもしれませんが、うん、はい、まあ、誘導爆弾としてなんかこう作られたような感じもありますよね、うん、でも型番の付け方が完全に飛行機ですけど、うん、はい、ね、まあ、これもこれ自体がロケットエンジンが搭載されてるんですね、はいはいはい、なのである程度の推進力でもって、だから、まあ、これこそ無人の王冠みたいなので、うんうんうん、目標からある程度距離を取って安全なところから発射して、でもってこれは、誘導はどうやってするんでしたっけ。ですね、母機のオペレーターが操作するんで、無線誘導ですね。無線誘導って言ってもね、そんな
先端にカメラとかついてるんじゃないだろうから、大体大まかに目視でしょうね。それで誘導してる間はその簿記の方もね離れられないから、はいはい、まあ半分誘導兵器みたいなもんですかね。半誘導兵器。なんかその簿記から切り離された場なんて、まあ、大体8キロぐらいは飛べたっていう風になってますので、まあ見られる気に入らないです確かにね。でも8キロ先のね、豆粒ですよ、こんな戦艦とかにこれを当てられるぐらいの、あれがあるかっていうと、まあ難しいよなっていう。確かに難しいですね。こういうあのドイツはまた面白いものをいろいろ作ってくれてるんですが、まあその他ですね、ちょっとアメリカも、もう一次大戦の後ぐらいにエアリアルトーピード、まあ要するに航空、機雷とでも言うのかな、当時で言うと、みたいなもので、要はその遠隔操作の飛行機に爆弾積んだみたいなやつを作っていたりとか、実際に日本軍を攻撃した実績のある TDR-1 無人攻撃機、これインターステートっていう会社に作らせたやつらしいんですけど、こういうのがあると。で、これがすごいのは、ほぼね、今と変わんないんですよ。電波コード系とテレビカメラを利用した遠隔操縦装置を搭載してた。テレビカメラ？はい。さすが。で、随伴機に乗ったオペレーターの操作で飛行したって、もう完全に今のドローンみたいな感じになってます。まあ、当然テレビカメラからのモニターのね、見ながら操縦するんでしょうね。はい。で、これはですね、実際、日本軍の攻撃にも使われて、ているんですけど、まあ実際その日本側に、無人機に攻撃されたみたいな情報はもちろん残ってないので、わからないということでした。まあ、ちなみにこれ最大時速は225キロで、はい、ノーロインですけども、もう米軍が完全に制空権を握っている頃に使われたものなので、はい、普通に。こんなもん使わないで普通に爆弾を落としちゃいいんじゃないかっていう。アメリカはまあこれの TDR-1 の前に、まあ試験機でね TDN-1 っていうのも、1っていうのも作ってますと、はい、これ今いわゆる航空攻撃をするための、まあ主に自爆タイプのものが多いですけどね、ミステルなの古希にしてもそうですけど、そういうものをご紹介しましたが、陸上ドローンの元祖っぽいものといえば、これ優先誘導ですけど、これもなんか、リモコンで操作されるということで、ゴリアテを挙げる人がいますので、ちょっとゴリアテについてご紹介いただいているでしょう。豆戦車、1メートルかもうちょっとぐらいの全長の、まあ、完全に豆戦車にありまして、そこに、爆薬をそのなんか箱みたいに載せて、特攻させるわけじゃなくて、有線で後ろから、まあ、ラジコンを操作する兵が、敵の戦車の、まあ、近く、あるいは、まあその戦車の車体の下とかに爆弾をうまくこう落として、でゴリアテ自体は帰ってくるんですよ、ね、ああはい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 。だからそういう意味では、今そのドローンがこんだけその高度化されて、いろんな局面で使われるようになりましたけど、やっぱりその人間が乗らないものを安全に敵のところまで飛ばして何かしようって発想自体は、もう要するに100年以上前からあるってことなわけですね。ですね。ちなみにその最近のこうドローンの使われ具合っていうのは、こう、戦士もいろいろ見てきて、またほら、ね、ゲームにも詳しい鈴木さんですけど、どうですか今のあのドローンって。だからもうドローンがなければ一日ももうなんか戦線を維持できないみたいなぐらいの言われ方をしてますよね。で各国がもうドローンを一斉に開発していて、なんかウクライナとかだとドローンのこんなね一番ちっちゃいタイプのドローンをもう家庭で内職で組んで、で軍に協力しましょうみたいな感じで組み立てセットみたいなのを送られてきて、それを内職で組み立てて納品するみたいな。そういうのもあるぐらいな。でそういうのは本当にこうなんか敵の残骸の上とかでポトッとかって、爆弾を落とす、手榴弾を落とすみたいなね、そういうものなんでしょうけど、それすらもう本当になければ、成り立たないぐらいな、戦場になっとるんじゃないですかね。
ね、なんかこう日本だとせいぜいね、なんか写真の撮影ぐらいしか写真とか動画の撮影ぐらいしか使ってませんけど、テレビねすぐあのコードがって建物の上からね俯瞰するとまたドローン飛ばしやがってみたいなあのなんだっけ田舎にポツンのなんとかみたいなとかあれも絶対ドローンで撮ってるようなね絵面ありますけどね、それがいつの間にかこんなに有効活用されていて、自衛隊でも遅まきながらあの大型のね偵察用のドローンとかも入れてますけど、なんかと同じようなね、それ以外にもちっちゃいドローンも陸上自衛隊とかでもいろいろやっぱ使うようになってて、まあ本当にこれからはドローンなくしては戦いもなし、我々一般人もちょっとドローンの技磨いといた方がいいのかなみたいなだからこの後どうなるかっていうと、だからそのドローンがどんどん自律的にね、そうですね、この AI でね、うん、でさらにはそのいわゆる自律型致死兵器っていって、はいはいはい、もう自分の判断で攻撃して敵を殺傷する、もうそういうふうにもうそれがすでにジャンルとしてもう言われてるし、研究もバンバンされてるし、うん、まあ、当然使われるでしょう、うん、で西側のまあ主要国とかはまあまだ自制的だけど、まあ、ロシアあるいはもう追い込まれているウクライナとかはそういうものが有効だっても分かれば即使うでしょうしね、まあ、あとイスラエルイスラエルもなんかこの間もうガザのその戦いから何かこの標的を選別するのもほとんど AI に任せてるみたいな、うん、それ最終的にこう攻撃しろって命令するのは人間なんだけど、うん、あ、これはゲリラで敵です、これはあの、うん、敵です、これは敵じゃありませんっていう判断するのも AI にやらせてるっていう、うん、だからちょっと怖い話ですよね、うん、でもその AI の判断基準がなんかあの情報をね、イスラエルの情報部とかが収集した情報をもとらしいんだけど、なんか正確性は 90% ぐらいで残り 10% は無実の人が攻撃されてる可能性がまあ十分あるらしいですね。まあ、その辺はあのなりふり構わないイスラエルでしかできなさそうなやつですけどね、まあ、イスラエルは否定してますけどね、はい、まあ、果たして今後どうなるか、まあ、これ間違いなくその今回の、ね、ウクライナの戦いで大きく注目されましたけど、まあ、間違いなくあの、うん、どの国でもどの地域でも使われるようになるし、まあ、民生分野でもね、それこそ宅配とかもそうですし、いろんな範囲でねドローンは使われていくようになると思うので、まあ、皆さんもぜひ注目していただければなというふうに思います。ちょっとね緩いネタでしたけれども、はい、軍事用ドローンの歴史をお話しさせていただきました、ありがとうございました。